太平洋を望む静岡県熱海市の海岸に建立された。脚本家の古橋田壽賀子さんの顕彰碑。渡る世間は鬼ばかり TBS 系列、おしん NHK といった。橋田さんの代表作のタイトルが刻まれており、3月23日に除幕式が行われた。2021年4月に95歳でこの世を去るまでの40年以上。橋田さんは熱海市の自宅を拠点に脚本を執筆してきました。地元の人々からもその気さくな性格で愛されて、没後には熱海市の名誉市民に、顕彰碑の設置場所も市から提供されて、そこからは橋田さんの愛した熱海の海が一望できます。地元指揮者。三回忌を迎える今年は、顕彰碑の他に、大きな追悼行事が控えている。4月9日に TBS 系列で放送されるドラマ、一人ぼっち、人と人をつなぐ愛の物語だ。主演は相葉雅紀さんで、プロデューサーを務めるのは長年、橋田さんとタッグを組んできた石井福子さん。故、橋田壽賀子に捧げる物語と銘打たれており、石井プロデューサーをはじめとした橋田ファミリーが勢揃いします。スポーツ紙、記者。ナレーションを務めるのは石坂浩二で、キャストには門野拓造、中田喜子、藤田智子、えなりかずきなど、同に、おなじみの面々がラインナップ。だが、そこには泉ピン子の名はない。石井プロデューサーがピン子さんを排除したと、業界は騒然となりました。ピン子さんは、おしんでブレイクを果たし、時の顔とも言える存在。橋田さんの娘を自称するほどの深い間柄。だから、追悼ドラマに出演しないのは不自然で、あの騒動が尾を引いているのではと噂されています。同スポーツ紙記者。文藝春秋2022年1月号に掲載された。橋田さんを偲ぶピン子のインタビュー。ここでお骨を食べたという衝撃のエピソードを披露。さらに同年6月、出演する朗読劇の記者会見の場にて、ピン子が橋田さんの遺骨について唐突に打ち明けたのだった。遺骨の一部を譲り受けて海に散骨するなどと語り、二人の美談として報じられました。しかし直後に橋田さんが生前に設立した橋田文化財団が、これを事実無根と否定。さらに、ピン子さんもインタビューで反論したため、遺骨をめぐって場外バトルが勃発したんです。同スポーツ紙記者。双方が相反する主張を繰り広げ、現在も和解を果たすことはないまま、橋田さんの遺産を受け継いだ財団、ひいては財団の運営を橋田さんから託されたという石井氏としては、追悼ドラマにピン子を出すわけにはいかないだろう、というのが大方の見方だ。さらに、遺骨騒動だけでなく、最近のピン子にはよからぬ噂も聞こえてくる。良くも悪くも大御所気質というか、実績は確かに申し分ないのですが、自分の好きなように現場を仕切ることもしばしば。そうした振る舞いが煙たがられた結果、どのテレビ局もピン子さんの起用を敬遠するようになりました。制作会社関係者。橋田さんに誘われたという理由で2010年には熱海に移り住んだピン子。だが、その様子について住民に聞いてみると、一同が眉を潜める。とにかくうるさいし文句も多いから。熱海では乗車拒否しているドライバーもいますよ。私も乗せたくないね、地元のタクシー運転手。地元民から慕われていた橋田さんとは、雲泥の差だ。場所とか周りの人に気遣いはなくて、テレビと同じで自分中心にわーわー騒いでいます。行きつけの飲食店での行儀の悪い姿もたびたび見かけますが、店主も困り果てていますよ、近所の住民。次第に表舞台での露出が少なくなり、こう私どもに悪評がつきまとうピン子。ママの追悼ドラマからも声がかからなかったというのは、さすがに同情の余地もありそうだが、家中の当事者である
プロデューサーの石井福子氏に話を聞いた。今回のドラマに出てくださる綿木の皆さんは、こちらからお誘いしたわけではありません。誘わなくとも橋田先生にずっとお世話になったから、何か役に立ちたいセリフはなくてもいい。ギャラもいらないと言ってきたので、主人公が営むおにぎり屋さんのお客さん役で出てもらうことになりました。ピン子さんからは一言もなかったので出演していないだけです。外したわけではありませんので、文句を言われる筋合いはない。どうにファミリーを集める意図はなく、おのおのの意思で自然と揃っただけ。しかし、ピン子からのアプローチはなかったという単純な話だ。時の記念作ではなく、橋田先生を偲んで、ということです。新しいメンバーでやろうと思って。橋田文化財団の賞を取った坂本冬美さんや中野大河くんにも出てもらい、主人公はイメージにぴったりな相葉さんにお願いしました。皆さんスケジュールを調整して出てくださって。嬉しかったですよ、石井氏、以下どう。ピン子を排除するつもりはなくとも。遺骨にまつわる言動には思うところがある様子。ご親戚でもないのに、橋田さんが希望なさらないことをやって、嘘も吹聴されたら問題になっちゃいますよ。誰もお骨を渡してないんですから。しかも食べたなんて、あれにはびっくりしました。食べたって身体から出ちゃうでしょ。途方もないことをおっしゃるから、みんなびっくりしています。ピン子さんは嘘つき村の村長さんなんです。冒頭の除幕式にも足を運んだ石井氏だったが、熱海在住であるピン子の姿はなかった。橋田さんが好きだったところですから、熱海とのつながりは割り字にしたいんです。私は橋田さんの脚本を受け取るために、500回ぐらい熱海に行きました。内容について時々喧嘩もしましたけど、それも含めて思い出の深い場所。検証費についてピン子さんがどう思っているかはわかりませんけど、これ以上彼女の言動に対してはあんまり騒がないことにしています。ピン子は一人ぼっちや石井氏に対して何を思うのか、事務所に何度か問い合わせたが回答はなかった。ピン子さんは4月の沖縄国際映画祭に特別招待された映画ザギンでシースーシュに出演しますし、まだまだ役者業に意欲的。橋田さんのように生涯現役を目指すのかもしれません。今回の一人ぼっちに関しては、舞台裏がどうであれ、ピン子さんをあえて外したという見方をされてしまったのは、制作サイドの脇の甘さなのかなと。双方にとって不利益にしかならないですから、前出制作会社関係者。こうした追悼番組や遺骨をめぐるドタバタの悲喜劇を見て、天国の橋田さんは創作意欲をかきたてているかも。おそらく日本国中で圧倒的な知名度を誇り、きっと老若男女問わず誰もが知る存在でしょう。まず泉ピン子さんは芸名からしてインパクトがあり、他に芸名でもピン子と名乗れなくなってしまうほど威力があります。そのくらい泉ピン子さんは絶大な存在感を放ち、だからと日本を代表する女優となれば、なかなか名前が上がりにくい不思議さがあります。その一方で泉ピン子さんは、これも日本中が誰しも知る国民的なドラマ、渡る世間は鬼ばかりの、主演女優で有名です。しかもドラマ、渡る世間は鬼ばかりは放送した TBS において、長寿番組に数えられるくらいの大ヒット作になります。なんと、渡る世間は鬼ばかりシリーズは20年以上も続くので、再放送で何度も見た視聴者が多いくらいでしょう。もともと、渡る世間は鬼ばかりに興味がないままに育ち、年配者が見るドラマのイメージだったのに、大人世代になって再放送をたまたま見たら、それ以来ハマってしまうという意見が数多いほど、どこか渡る世間は鬼ばかりは中毒性のあるドラマらしく、まさに主演の泉ピン子さんの代表作となり、むしろ役柄のままのキャラであれば好印象でしょう。
残念ながら、あそこまでけなげな人柄が伝わりにくいのが現実かも。ドクター X で泉ピン子さんは首振りだけでなく、じっとして動きのないシーンなのに、顔の筋肉が小刻みに震えるのが伝わるほど、首振りとともにどちらもあまりにも違和感が強く、ドラマに集中できないという意見が視聴者か多数上がってしまいます。確かに泉ピン子さんの演じる役柄的にも、気の強さがそのまま伝わるからこそ生きるでしょう。しかし首振りや微妙でも顔の震えが伝わると、どうしても弱踊りじしく、むしろ視線はそちらにばかり向かってしまいます。ドラマのストーリー以上に意識がいってしまい、視聴の妨げになると考えられます。しかも意識すると、泉ピン子さんは渡る世間は鬼ばかりでも似た症状が見られ、これら症状について医療ジャーナリストは、病気として疑われるのならパーキンソン病ということです。だからネットはパクリ記事で埋め尽くされますが、実際は本態性神経という症状ではないかということです。これは病気まではいかにせよ、強いストレスや緊張から表面化することが多いということで、なんと加齢で症状に現れることは珍しくないそうです。だから今のところ泉ピン子さんは病気というより、加齢による本態性神経という判断なのでしょう。皆さんはどう思いましたか？最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。ではまた次回でお会いしましょう。